エール。エールはビールの一種。上面発酵で醸造される。大麦麦芽を使用し、酵母を常温で短期間で発酵させ、複雑な香りと深いコク、フルーティーな味を生み出したビールのスタイルである。エールのほとんどはホップを使用する。ホップはビールの保存を助け、苦味と香りを与えて、麦芽の甘みとバランスをとる。 ビールの他のスタイルはラガーであり、仮面発酵である。二糖類、メルビオースを発酵に利用できないサッカルマイセス、セレビシエを用い、常温、摂氏15度から摂氏20度前後で、短い期間で発酵を行う。盛んに炭酸ガスを出すために、最終的に酵母が浮かび上面らで層を作るために、上面発酵と呼ばれる。一般に、 上面発酵の方が醸造は容易である。19世紀以降にラガーが爆発的に普及するまではビールといえばエールであった。また東洋より茶が入る以前のイギリスではホップを用いないエールが水と並んで最も日常的に飲まれた飲料であったとみられる。当時のイギリスの庶民にとってワインやサイダー、リンゴ酒は日常の飲料ではなかった。 これらは効果であったのと同時に、貴族などの上流階級の者たちが独占していたことも要因だった。ホップが15世紀にオランダからイングランドに伝わるまで、エールという名前はホップが加えられていない、醸造酒のみに使われ、ビールはホップを加えての醸造を示していたが、この区別はもはや使われていない。ホップは一般に苦味を与えて甘みとのバランスを取り、 防腐剤の役割を果たす。エールは、外して、ハーブと香辛料を混ぜたグルートを、ホップの代わりに、爆汁で茹でて、苦味をつけていた。エールは、中世に主食であるパンと一緒に飲む重要な、飲み物であった。英語、エールは、古英語のアイオルーに由来し、ゲルマンソ語の形は、ルースである、いずれも意味は、ビールなどと、同語源である。 現代のエールは使用する酵母の株と発酵温度で一般に定義される。エールは通常上面発酵で醸造されるが、フラーズ及びウェルトンを含む多くのイギリスの醸造所では、上面発酵の特性が顕著でないエール酵母株を使用する。エールを区別する重要な要素は、発酵が高温であり、ラガーより早く発酵することである。エールは 通常15摂氏二十24度で発酵する。この温度で、酵母は大量のエステル及び付随する風味と香りを生成し、結果としてフルーティーな生成物となり、リンゴ、洋梨、パイナップル、バナナ、スモモ、またはプルーンに似た香りとなる。典型的なエールは、ラガーよりも甘みがあり、コクがある。エールとラガーの分類分けが困難なものもある。スチームビール、ケルシュ、 および現在のブリティッシュゴールデンサマービアーズはラガーとエールの両方の要素を使用する。バルティックポーターとビエールド・ギャルドはラガーとエールいずれかの手法、または両方の組み合わせで作られる。しかしながらラガーはエールよりすっきりとしたキレの良い軽い味わいである。エールと分類されるビールは主に大麦麦芽を使用するがエールの醸造手法を行う白ビールは小麦を使用する。 アメリカ合衆国の州、特に西部では、エールは発酵法や使用する工房に関かかわらず、ビールよりもアルコール度が強い穀物を発酵した飲み物であると、州法で定義されている。多くの国では、アルコール飲料の種類、特に、ラガーとアルコポップ、果汁や香料を混ぜたアルコール飲料が増えるにつれ、エールは人気を失った。ベルエールは、 淡い色の大麦麦芽を使用して醸造する。伝統的な例は、イギリスのパブの、ビッター、である。アルコール度数は3%から4%以上で、最高でバーレーワインの12%である。ホップの度合いも様々で、ほとんど気づかないレベルから、ダブルインディアペールエールの例のように100イブ調まで、幅広い。インディアペールエールは、当初はイギリスから、 アジアの植民地に運ぶマフハイを防ぐように、ホップを強めて濃い比重で醸造された。しかし、この用語は今日、セッションビター、または、スーパープレミアムペールエールを示す。アンバーエールは、やや濃いスタイルを示す北アメリカの用語であり、この名前はフランス語のアンブリーに由来するとされる。イングランドでは、ライトエールは、瓶詰めの基本的なビターである。スコットランドでは、ライトは、 比重が最も軽いたる詰めのビールを示し、色が濃いことが多い。いずれも低カロリーを示す語ではない。レッドエールは赤みのある液色をしたエール。アイルランド発祥のもの、ベルギー発祥のもの、アメリカ発祥のものがある。ベルギー発祥のものは酸味があり、アメリカ発祥のものはアイルランド、ベルギーのものに比べて苦味が強い。一般的に、 低アルコール、一般に4%くらいであるが、アメリカ発祥のインペリアルレッドエールのように、アルコール数が高いもの、8%から10%も、ある。ブラウンエールは、色の濃い大麦麦芽が使用する。イギリスのマイルド、エールとベルギーのオードブラインが例である。ホップが軽く、かなり口当たりの良い風味であり、ナッツの味がすることが多い。イングランド南部では、濃い茶色で、 アルコール度数は3から3.5%であり非常に甘い。北部では赤茶色で4.5から5%で甘みが少ない。イギリスのブラウンエールは1900年代初めに現れマンズブラウンエールとニューキャッスルブラウンエールが最も知られている。1980年代前半に北アメリカのチビールでこのスタイルが人気となった。ピーツウィキットエールが例であり。 イングランドのオリジナルと同様だが、かなりホップが効いている。ピーツイキッドエールは2000から2001年、醸造シーズンにホップの原料、チョコレートモルト不使用、およびカラメルモルトの増量という製法変更を行ったため、それ以前とはかなり異なる味わいとなっている。ダークエールは濃く焙煎した大麦麦芽を使用して醸造する。ポーターはロンドンのスタイルであり衰退していったが、 近年特に北アメリカのシエラネバダ等で復活した。ポーターの色は茶色から黒まで幅広く、アルコール度数の強いものは、スタウトポーターまた、スタウトとして知られている。イングランドでは、様々なスタウトが醸造された。アルコール度数3.7%で醸造され、乳糖が加えられたマッキソンに代表される甘い、スイートスタウトから、最大アルコール度数10%の輸出向けの度数が、 強いスタウトまで幅広い。アイルランドでは、ギネスのような甘くないアイリッシュスタウトが人気となった。インペリアルスタウト、またはインペリアルロシアンスタウトは、同様に強い8から10%のスタイルで、初めは冬に温めるために、ロシア宮殿に輸出されていた。スコットランド産のエールは一般に爆画が効いている。スコットランドでは、あらゆる種類のエールが作られているが、 スコッチエールは、モルトの効いた、色の濃いビールとして、世界的に使われている。クガはわずかに焙煎、または、ウィスキーのように燻煙され、タフィーの風味付けがされる。イングランドのオールドエールは、度数の強いビールで、伝統的に、約1年間貯蔵し、鋭く酸味の効いた風味を与える。この子は、現在、やや強めのダークビールを示し、 伝統的なオールドエールと同様に扱われている。オーストラリアでは区別することなく、ダークビールの一般的な名前として使われている。ベルギーのオードブラインは、伝統的なイギリスのオールドエールと似ている。ベルギーでは、様々な特産のエールが生産され、簡単に分類することは困難である。多種の色の薄いエールの生産に加え、すべてのトラピストビールとアビービールのほとんどが、 エールである。ベルギーエールの多くはアルコール度数が高いが、諸島を多く含むため軽やかで、基本的に自然な風味を保ちアルコール度数を高めている。トラピストビールは修道院で醸造される。世界中の171のトラピスト修道院のうち7カ所のみがビールを醸造し、その6つがベルギーにあり、もう1カ所はオランダにある。アビービールは、 民間醸造所が修道院の名を使用して醸造するが存在しない修道院も多く名前を醸造所に認可する場合もある。ジャーマンエールは比較的低温で発酵する傾向があり、爆汁生成の相違によりイギリスやベルギーのエールよりコクがある。伝統的なドイツの爆芽糖化手法により多くのオリゴ糖が生成されビールのボディを生成する。ケルンのペールエール。 ケルシュとアルトビール、デュッセルドルフが有名であるが、ドイツ西部の他の地域でも生産されるが最も知られている。ヘイフェバイツェンやベルリナーバイスといった小麦ビールは、製法はエールであるが、異なる風味を持つ。特にヘイフェバイツェーンは、バナナに似たエステルの風味が特徴である。クリームエールは、アメリカンスタイルラガーと関連する。一般に軽く爽やかな風味に醸造され、 淡い黄色から淡い黄色である。ホップと麦芽の風味は通常抑えられるが、いくつかの醸造所はより積極的な特徴を与える。ジェネシークリームエールとリトルキングクリームエールが例である。クリームエールは上面発酵であるが、一時発酵が完了した後、通常冷蔵保存、または貯蔵期間を持つ。これによりフルーティーなエステルを減らし、 爽やかな風味をビールに与える。ある例では冷蔵保存段階でラガー工房が加えられ、ラガービールとブレンドされることさえある。ボディと風味を軽くするため、トウモロコシ粉や米などが加えられるが、爆が100%の例もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。